え、ちょっと待って、お休みメール送れてないんだけど。なんで、ね、ごめんなさい、今日のお休みメールは多分行ってないですね。送ったのに、送ったのに届いてないです。時間内に送ったのに届いてないということで、今日のお休みメールはなりません。すいません。もう寝ようと思ったけど、ショールームやるかもって気がしたから、そう、今日はちょっとだけやる。そう、今日は勝ちました。嬉しいです。非常に非常に。2階の表までと8階の裏からしか見れてないので、3階の表から7階裏までを今から見たいと思います。アーカイブで。アーカイブで。広島カープってまだ首位じゃないと思う。2位だと思う普通に。うん、2位ですね。2位です。2位です。2位ですか。今日勝ってよかった。本当に今日勝ってよかったっていうか、もうそろそろ勝たないとね、ダメですからね。今日は6月の5ですね。まだ今日はカープノートを書いてない。やばい。そう、5連敗したから5連勝してほしいですね。やっぱ流れが来るとカープは勝てるんですけどね、流れが来てない時に勝てないっていうのがカープの最近の課題です。あれ、昨日ってさ、昨日公演だっけ。あれ、もうやだ、記憶がぶっ飛んでる。どうも。楽天勝っただって。昨日公演か。そっかそっか。もうなんか日々目まぐるしすぎてさ、日々目まぐるしすぎて、普通にもう記憶ぶっ飛び事件、記憶ぶっ飛び事件ですね。6月も可愛いです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。あと20分ぐらいしたらポポさんが誕生日になります。ポポさんが9歳になります。今日は8歳、最後の日です。ポポ、寝ていますが、6月6日誕生日なんだ。そう、今日はいっぱい
いろんなことをしました。今日は一日疲れましたね。そう、今日はもう朝からマジでめっちゃバタバタしてました。マツコさんが宮島に行く番組、明後日なのか、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 すべて完売なんやけど、ちなみに10枚、十数枚でも貢献したうちに入ります。1枚でも買ってくれた方はもう大好きってことですので。大好きってことなので、もうほんまに嬉しいです。でまあね、喜ぶのは早いそう、まあ、最終的に喜ぶのはもう最後の締め切りが来る時だなって思うので、その時に喜びます。その時に喜びます。そう、まだね、なんかどこか信じがたい部分があるんですよ。まあ、大丈夫だと思うんだけどね。やっぱ締め切りが来るまではなんとも完全に両手をパーンってあげれないっていう注意深い女なので、だとしたら嬉しいんですけど、だとしたら嬉しいんですけどね。そう、あと ふっぴに来ようと思ったけど来れなかったよっていう人は必ず次に来てほしいですね。次のシングルに来てほしいです。そう、こうして頑張っていきますので、そうそう、前回以上、前回前、少しでも貢献できて、いやほんまにほんまに貢献は、いやでも来てくださったじゃないですか、ありがたいですよ。やっぱね、なんかいろんなさ応援の仕方があるじゃないですか、アイドルって。まあ遠くから応援する人もいれば、なんかね、見るだけで応援する人もいるし、気持ちだけで応援してくださるのももちろんめっちゃありがたいんですけど、一人でもね応援してくれる、応援っていう気持ちさえあればね嬉しいのはまあもちろんそうなんですけど、やっぱり48にいる以上はね、会いに行けるアイドルっていうのでやらせてもらってるんで、やっぱ会いに来てくれる人はもう大好きって感じですねそう、どんな形でもね、どんな方法でも応援してもらえるのはもちろんありがたいっていうのは分かった上で、会いに行けるアイドルっていうコンセプトでやってるんで、そうやっぱ会いに来てくれる方はすごい大切にしたいなって思うし会いに来てくれる方のおかげで上に行けるので、このグループだからほんまに1枚でも来てくれた人にはすごく感謝の気持ちでいっぱいです。そうという気持ちでございます。ありがとうございます。非常に非常に非常に、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。念のため冬ソックのパトロール行ってきたら異常なし
カと、そう、明日ぐらいにねツイートしようかなって思ったんですよね。明日とか、まあその辺。そうだよね、来週も幕張ですもんね。頑張ります、頑張ります。早い、6月早い、おいで。8歳最後のポポ、8歳最後のポポ、え、でもさ、ショールームってさ、ショールームってさ、0時00分になった瞬間には切れないじゃん。10秒ぐらいあるじゃん。だから10秒ぐらいはちょっとカウントダウンしますか。10秒ぐらいはカウントダウンできるね。そう、0時00分には切れんからな。じゃあみんなで一緒にジャンプしよう。どうですか今日の気持ちは。眠いです、眠いです。ちょっと起きてってください。じゃあここにいてください。あと15分ほどなのでね、あと15分ほど待てますか。待てます、15分ほど待てます。眠いよね、眠いよ、わかる、眠い。私も毎日眠いもん。寝ても寝ても眠い、本当に。なんでなんだろうね、寝ても寝ても眠いって。怖い、でも寝ても寝ても眠いね。お疲れ様です、お疲れ様です。私も毎日必死です、目まぐるしすぎて、目まぐるしすぎて必死です。ほんまに目まぐるしいですね、日々というものはとても目まぐるしくついていくものです。勝ててよかった、カープ勝ててよかったよ。6連敗したらもうどうしようかと思ったわ。よかった、連敗は嫌ですね、嫌よ。でも今日は日ハムが、なんかカープがもうすごい点取ってたんだけどさ、向こうのミスで点入ったっていうのが結構多かった。押し出しとかさ、なんかあったから
球からの押し出しとかあって、向こうのミスでいただけたっていうのもあったと思うので、それもありましたね。そう、それもあって、そうそうそう、っていうものがありましたね。ありましたね。追いつかないよ。今はこれを書いています。もう毎日試合を見ないと追いつけないじゃないじゃないですか。そう、追いつけないじゃないですか。でも公演あったりとかするともう見切るのも大変です。ちょっと見切れてない試合が数試合あるので一気に見ないといけないんです。4試合ぐらい見れてない試合がある。リハとかもあるし、見ないとやばいね。毎日あるもんね、野球って。改めてすごいよね、毎日あるって。見る方も大変。毎日見ないといけないから。見ないといけないってことはないけど、見ないといけないってことはないんですけど、お仕事しつつ野球を見るっていうの長いからね、野球も。だからなかなかね、毎日見るってなったらマジで大変ですよね。でも毎日見てるからこそ分かるものがあるから、毎日見ないといけませんから。明日もあるし、連戦だからね、本当に大変ですよね。選手も今日は他の器具が揃ってたから嬉しいな。森下選手はやっぱバッターですね。彼はもう二刀流です。カープの大谷翔平です。どうもありがとう。間違いないです。とても素晴らしいです。かっこいいです。打って投げて、打って投げて、ほんまに昨日、そうだ、昨日の試合も見れてない。見れてない。昨日は公演だったからね。見ます。今から。今日見れるかな、今から。見ます、見ます。僕らはニャ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 。そうよ。今日はゆずさんの推しの郡司選手も出ていましたね。昨日も3番で
出場しておりました。ゆずさんの好きな選手なのでとても覚えています。そう、みんなは今日は何をして過ごしましたか？ビッグボスはかっこいいですね。サングラス光ってました。かっこいい。かっこいいです。あと8分ぐらい、あと8分ぐらいだよ。ぽぅぽぅ、免許更新行こうとしたけど諦めた。え、そんなフラッと行けるもの？免許更新って前々から予約みたいなのいらないですか？S 公演見て、私も S 公演見てました。行ってはないですけど予定があったので、いろいろ家で見てました。マジで可愛かったです。てかほんまにイルカさんすごいな。え、なんで覚えられるんだろう、あんな短期間で。 S 公演も S 公演で言うて時間なかったですからね、覚える時間すごいわ本当に。どうしたらあんな覚えられるんだろう。すごい、本当にすごい。もうすごいしか言葉が出てこない。 S 公演めっちゃ好きなんですよね。楽しいよね。曲が好き。でパッみたいな、めっちゃかわいい。そのライブマスターが一番好きなんだ。好きそうでしょ。約束だよ、ずっと一緒。かわいいわ。うん、あとあれも好き、アンコールも好き。リトマこういうやつ。ねえ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 、みんなのやつ。あれも面白い、好き。その次も好き。てん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 、なんていう曲名かは分かりません。あれはいい曲です。強く強くにゃ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 。ということで、ちょっと早めに壇上読もう。スカイブルー、いっくん、広島ラバー、HSK、あさみんみん、クッキー、大阪広し、みな、パック、
帝王しげる、純猫やよしぴー、ありがとうございます。ということで、ほぼさんが、ほぼさんが9歳になる。もうあと2分だ。はにゃはにゃはにゃ、めでてめでてめでてちゃん、めでてめでてちゃん。8歳の気持ちをお聞かせ願いますか。はい、8歳はとてもいっぱい寝ることができました。そしていっぱい走りました。ドッグランにも行って楽しかったです。よかったですね。9歳の抱負を教えてください。9歳になるということで、大人になるので私は床のホリホリをもっと極めていきたいと思います。それはやめてください。わかりました。9歳になったらケーキ食べる？おやつだよ、ケーキは。9歳になったらケーキ食べる？ね？9歳になったらケーキ食べようね。おやつだよ。9歳になったらおやつ食べよう。ね？はい、そうしよう。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。9歳になった瞬間、さんがジャンプさせてあげるからな。どうも皆様ありがとうございました。私があまりショールームに顔を出すことはありませんでした。私は元気に生きています。楽しかったです。お坊さん起きて、9歳になるよ。ジャンプさせてあげるね。スライリーもおめでとうって言ってるよ。おめでとう、お誕生日。なんかポポさんのアイコン作ってくれてたみたいで、なんかファンの人が嬉しい。誕生日のアイコン嬉しいね。嬉しい？嬉しい？あ、10秒あと。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あー、おめでとう。ハッピー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 。ありがとう、お誕生日おめでとうございます。9歳です、おめでとうございます。ということで、みんなありがとうございました。